ドラゴンゲートプロレスリングのストロングマシン J です。神戸を本拠地とするドラゴンゲートというプロレス団体でプロレスラーをやっております。私たちドラゴンゲートっていうのは非常に若いキラッキラした選手がものすごくたくさんいて、ドラゴンゲートはもうジェットコースターバトルと言われるくらい本当にスピーディーで華やかな技を出す選手たちが多いので、会場を見渡してみるとやっぱ女性のお客さんがすごく多いんですよね。であとまた家族連れの方ですとか、私みたいな2世で父親がプロレスラー、息子もプロレスラーみたいな感じでやってる人間もいたりとかして、世代問わず楽しんでいただけるのがドラゴンゲートのプロレスなんじゃないかなと思ってます。かれこれ4年ほどプロレスやってますけど、かなり怪我でしたりとか体調崩したりっていうことも繰り返してきて、やっぱその中で食生活というのはかなり重要だなって思いましたね。バランスのいい食事を取ることを心がけるっていうのが健康の秘訣なのかなっていうのと、日頃から運動をするようにする、エスカレーターに乗らずに階段を登ってみようとか、そういう小さいことでもやっぱ体を動かすっていうのはすごく重要なことだと思うので、そういったところを私は重視して体作りを行ってます。初めて献血をしたのが運転免許を習得するときに、試験所に献血センターありまして、そこで初めて行ってみようかなと思ったんですけど、最初は結構こう距離感があったというか、どんなものなんだろうっていう感じだったんですけど、一回行ってみて、これだけの人の役に立つんだっていうことも理解できましたし、今はすごく協力したいなっていう、イメージ持ってます。まず母親が末期のがんを宣告された時に、どういったふうにこう体調を崩していくのかなっていうのが全く読めなくて、でこうなんか急にこうフラッと来たりとか、なんかこう体調がガタッと崩れたりとかした時に、本人はもうこれ輸血が必要だと思うとか、そういうふうに言ってきたので、ひとまず病院に連れて行って輸血をしてきたって言って帰ってきた時の、その母親の姿を見た時にやっぱ安心したというか、こういった風に役立てられてるんだっていうのをその時に理解できたので、すごく安心感を得られました。私たち家族もそうですけれども、輸血を必要とされている方たくさんいると思うんですね。血液って人工的に作れるものではないですし、有効期限がねあったりとかもするので、常に血液っていうものは必要とされてると思うんです。本当に誰かが何かをきっかけにちょっと行ってみようかなっていう、そういうちょっとした思いつきで誰かを救うことができるっていうのがものすごく素敵なことだと思うので、私自身もこれから献血に自ら協力していきたいなっていう思いが出てきたのと、友達だったりとか知り合いに声かけて献血ちょっとお願いできないかなっていう、そういうなんか働きかけをしていこうかなっていうきっかけになりましたね。なのでまた皆様のね引き続きご協力いただいて、街中でね献血ご協力お願いしますっていう方見つけたら、ちょっと行ってみようかなって思ってもらえたらいいなと思ってます。みんなも献血に行こう。